はい、では12月29日、今年最後の相場解説になります。朝5時22分ですね。で、これ1時間のチャートを見てます。昨日お話したように、こういう風になってるのを、まあ覚えてますかね。このフラッグを形成してるんだよってこと、フラッグ見つけたよってことをお話しました。で、この間で推移してるってことですよね。だからこれは、このレンジと同じ考え方なんですよ。レンジオプション。ね、これが斜めになっただけということですから、これとね、これとこれ一緒だよってことですよね。ですから、ブレイクした方向に行くんですけども、それまで指を加えて待ってるのかっていったら、そんなことはなくて、右肩下がりになってるわけですから、基本的に売りで利益を出していけるわけなんですよね。まあそういった形になってます。もう右肩下がりなんで、売りでエントリーすればまず負けがないかなってこと。このアリゲーターライン3本のラインもずっと下を描いてますよね。まあ、ただこっから横ばいに入っていってるような感じがしますから、今からですね、今日のこの時点で5時23分の時点で売りに入っていいのかどうかっていうのはちょっとね、別の考えが働くと思います。それでは全体を見てみましょう。はい、これがね、デイリーからです。デイリーを見てみますと、ご覧のようにずっと右肩上がりだったんですけども、おさらいになりますよ。右肩上がりで、半年間ねやってきたんですけども、ここに来てですね、3点天井右肩下がりが出ました。で、これを転換にして、今大きく下落をして、このチャンネルラインを割ってきましたよね。まあ、この大きな下落で売りで取れた方もいるんではないかな。それで一瞬上がって、また下落ということでね、ここに抵抗ができています。で、どこまで下がるのかと言いますと、104円のところまで下がるんではないかなということで、こちらの方にですね、ゾーンを引いてます。4時間を見てみます。4時間。ぐーっと下がりましたね。だから売りでエントリーしてればずーっと取れてるよってことなんですよ。この辺も今年1年2018年ずーっと申し上げてきたんですけども、前半は右肩下がりの3点天井で始まって、それからずーっと半年間売りで取ってきましたよね。で、後半は今度は買いに転じました。売りから買いに転じるときに少しね、損切りが出たりとか、もたついたりとか、まだこれは売りが続くんじゃないかなと思って、頑固になったところはありますけども、結局は1年通してみると、トレンドの方向についていけばいいよってことがよくお分かりになったと思います。これからですね、この売りがまだまだ続くんですけども、一旦横ばいになって売りなのか、組み上げてさらに強い売り波動になるのか、この辺は見分けていかないと、局地戦で負けてしまうってことになります。あくまで全体像を捉えていくことですよね。1時間、先ほどお話したように右肩下がりで緩やかに下の方に行っています。で、15分の方見てみましょう。15分も完全に売りですね。もう上げ波動はあるんですけども、それは上げ波動っていうのは大きく下げる前の一旦の組み上げなんで、まあこの上げ波動が来た時にですね、おずっと上がるんだと思わないことです。どん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 このね、見てください。ここに図形を入れますけども、ここが高値の、あれ、高値、なんですかね、これは。もうね、すいませんでした。高値の、いちいちこれはやらないといけないですね。高値がどんどん切り下がってるでしょ。で、こういうのを、私の解説なしに分かんないといけないんですよ。こういうところはね。まあ、1年間やってきて、私が言いそうなことって、もうほぼ分かってきたと思いますし、まあ、よくね、自分の予想と久保さんの解説がだんだんイコールになってきたよって、そういう時はまず負けませんから。私もね、思い上がるつもりはないんですけども、しっかりとついた実力に対しましては、自信を持ってね、こうやって発表していきます。2019年はさらに一桁上げるようなね、利益幅を取っていきたいと思います。ぜひね、これから始める方とか、まだ初心者だよって方、2019年はまず1年間 FX 以外のことを考えずに一生ものの資産を作ってみてください。特にね、若い方は若い方で、これからの人生、収入ってことを考えた時に、1年棒に振ってでも FX を手に入れておくことと、今までの暮らしをなんとなく続けることと圧倒的な差ができますよ。生涯に自分は数億円っていう金額を稼ぐんだっていう風に確信できることと、多分ね、月給をいただいてる方とか時給をいただいてる方って30年かかって1億円いかないと思いますよ。年収300万を10年やって3000万でしょ。それ30年やっても9000万ですからね。もうこれ恐ろしいことだと思わないです。9000万で30年だったら、はっきり何もやんない方がいいですよ、これは。そういうことを考えながら FX っていうのを見ていくと、ちょっと気合が入りませんかという形で、今日放送の最後にね、尻を叩いてみました。ちょっと言い過ぎたところあるかもしれませんけども、すいませんでした。まあ来年も
これに怒らず私の相場解説、そして速稼塾ジェネシスをご覧いただければと思います。ありがとうございました。本当に1年間お世話になりました。来年からもね、しっかりと配信していきますんで、多分もうやめないと思いますんで、一緒についてきてください。2019年はリアルな講義も結構入れていこうかと思います。それでは失礼します。